今助けが必要なんじゃねえのか。弁護士の鈴木健と申します。お父さんに少し近づける気がするんだ。今よりもっとマシな女になれるような気がする。でも子供扱いすんなよ。キャッシュカードと暗証番号のメモ渡しちゃったの？うん。おばあちゃん、それ詐欺だよ。私電話なんてしてないし、使い込むわけないじゃん。そうだよね。でもね、小杉の声に聞こえたんだよ。いくら入ってたの？300万円。嘘！いや、本当のことだ。私、弁護士の鈴木健と申します。どうも。これがキャッシュカードと、これ暗証番号です。どうぞお願いします。私に任せてください。このお金を会社に渡して示談にします。警察沙汰になることはありませんから、ご安心ください。はい、どうかお願いします。ありがとうございます。それでは失礼します。はい、お願いします。Thank you.
休憩室ください。はい。片桐さんに電話しとくから、あとは頼むわ。わかりました。おばあちゃん、ごめんね、助けてほしいんだ。私、会社のお金を使い込んじゃってね、今すぐにお金返済しなければ告訴するって言うんだよ。今、弁護士さんに代わるからちょっと待ってね。お電話変わりました。私、弁護士の菅原と申します。いえ、まあお金で解決することですので大丈夫ですよ。あ、急を要することなのでこれからお宅に伺いますので。はい。銀行のキャッシュカードを用意しておいてください。あ、それと暗証番号もメモしておいていただいて。はい、そうですね。はい、よろしくお願いします。はい、失礼します。なんだお前。私、弁護士の鈴木健と申します。警察に行った方がいいよ。そりゃ知らせるわ。でもそれだけじゃ戻ってこないよ、お金は。うやむやになって終わりだよ。私が犯人探す。探すって言ったって無理だろ。電話の向こうで電車の音がしたってことと、それから三輪のバイクに乗ってきたってことしか俺たち分かってないんだぜ。何も分かってないよりマシでしょ。私は探すよ。だってこのままでいいわけないでしょ。姉ちゃん、会社があるだろ。それどころじゃないでしょ。
あれはただのお金じゃないの。おじちゃんとおばちゃんの思いがこもったお金なの。両親を亡くした私たちのために二人が作ってくれたお金なんだよ。それにおばちゃんに会社のお金使い込むような子だって思われたことがショックなの。私がいつもしっかりしてるところを見せてればおばちゃんは電話で誰に何言われたってきっと信じなかったと思うの。うちの子はそんなことしませんって言い返したと思うの。だからこの私にも責任はあるの。悔しくてこのままじゃいられないよ。じゃあ俺も一緒に探す。学校があるでしょ。それどころじゃねえだろ。あんたは学校行きなさい。始めたんですよ。これ。お、あれ？あれ？これ、あ、でもこうです。これですよ。へぇー。え、やってませんでしたっけ？あれ？これ、いや、全然やってませんよ、まだ。うん、はい。わかった。おい、おだ。はい。おめぇ、女子供に手こずってんじゃねえよ。すいません。遊び帰ろう。はい。東社長、お疲れ様です。片桐です。これから現金とデータを持ってそちらに伺います。はいはい、わかりました。
与平。300万だけ分取ってくればよかったじゃん。これを警察に持ち込めばきっと奴らを潰せると思うの。多分あいつらの情報が全部詰まってるからね。そうすればお金も戻ってくるね。でも警察信じてくれるかな。カラキラさんとこ持ってこ。あのお酒ばっか飲んでるおっさん。お父さんが何かあったらあいつのとこ行けって言ってたし。大丈夫かなあのおっさん。最近酒抜けが悪いな。やめようかな酒。いやでもやめらんねえな、うん、はいはいはい、うん、よう久しぶりだね小手ちゃん。元気かい。渡したいものがあるの。え、なんだい出し抜けに。届けるから待っててね。もしもし。出し抜けなところは父親譲りだな。私さ、ん？お金取り戻すことができたら、お父さんに少し近づける気がするんだ。そうすれば今よりもっとマシな女になれるような気がする。行くよ。大丈夫かい？うん、もうすぐだから待っててね。何をプレゼントしてくれるんだか。楽しみにしててね。探偵だったお前の親さんがな、いつもそう言って俺にでかい情報を持ってきてくれたんだよ。けどそんな時は決まってヤバい橋を渡ってた。小杉ちゃん、今助けが必要なんじゃねえのか。どうなんだ。大丈夫、乗り切ってみせるから。
ガキ。もしもし、姉ちゃん、言うこと聞いちゃダメだからな。手に持っているものは今すぐ渡してもらえるかな。早く警察に持っていきな、姉ちゃん。どこへ持っていけばいいの。鳥居公園に持ってこい。分かった、行くわ。持ってきちゃダメだ姉ちゃん。お前ら、女子供と遊んでるのか。すいません。はい、小田です。少々お待ちください。社長、片桐さんからです。どうした。女は来ません。何で、どうすんだ。すいません。その女のお出ましだよ。は？あんたかい。威勢のいい姉ちゃんは。そこまでだ。いい子だから盗んだものを返しな。この人、拳銃持ってますけど。銃刀法違反で現行犯だな。そっちへ向かう。場所は GPS で分かってる。行くぞ。はい。持ち帰ります。奪い取れ。Hey!
動きな！このクソガキ。扱いすんなよ。してないよ。ありがとう。持ってるもの置いてきな。そこまでだ。お待たせしました。はい、これプレゼント。口にしたことは必ずやり遂げる。そういうところも父は絵ずりだな。お金は上だよ。了解だ。あいつらな、俺が追ってた詐欺集団だ。これで全滅させられるかもな。お金よろしく。おう、任しとけ。きっちり返してやれよ。あ、そうだ、今度飯でも食いに行こう。ああ、期待しないで待ってるわ。なに？良平、行こう。あんたもなかなかやるじゃん。いって。姉ちゃん、腹減ったよ。なんか食べてく？ハンバーグ。やった、子供だな。でも、うち帰ろうか。うちで食べたい。おじちゃんとおばちゃんと。そうだね。早くうち帰ろう。よっしょ。